もうかつ、ともいとくは、中国内モーコオルドス氏、ハンギンハタ出身のモンゴル族で、バスケットボール選手。ヨウ・アキラ、オーチ、ラとともに、歩くディの頂上という愛称を持ち、NBA でプレーした経験がある。中国では彼は、大ともえと呼ばれていた。メンケは、永遠な、バータルは、英雄を意味する。身長211センチメートル、体重140キログラム。 ポジションはセンター。1993年に18歳でバスケットボール中華人民共和国代表に選出され、1994年のアジア大会に出場。1996年と2000年のオリンピックでは先発センターとして出場し活躍した。2001年のユニバーシアードとアジア選手権ではチームを準優勝に導き、銀メダルを獲得した。 1995年のユニバーシアードとアジア選手権1998年2002年のアジア競技大会1999年のグッドウィル・ゲームズにも主力として出場した NBA ドラフトではどのチームからも指名されなかったが2001年の10月デンバーナゲッツのトレーニングキャンプに招待されるプレシーズンゲームの試合に出場した後解雇されたが リーフ・ラフレンツに代わるセンターを探していたナゲッツと2002年2月に契約、オーチ、に次いで2人目の中国籍、NBA 選手となった。ナゲッツでは27試合に出場し10試合で先発、NBA で先発した最初の中国人選手になった。シーズンを通しての成績は平均5.1得点、3.6リバウンドだった。2002年10月に ドンリードラとの交換でデトロイトピストンズへ、その数日後にはサンアントニオスパーズへ移籍した。スパーズでは出場機会がほとんど得られず、プレーオフのロスターからも外れた。2003年7月にはトロントラプターズと2年契約を結んだが、ここでもベンチを温める日が続いた。翌シーズンは2004年10月にニューヨークニックスと契約したが、 シーズン開幕前の11月に解雇され、しばらくはウバットルのハンズビルフライトでプレーした。2005年2月中旬、中国プロバスケットボールリーグの北京ダックスに復帰、2007年に新疆フライングタイガースへトレードで移籍した。2008から2009年 CBA レギュラーシーズン MVP を獲得。ありがとうございます。